アートルさんのイベントに出させてもらうことになったんですけど、はい、はい、とりあえずはね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい多くの人がね、見てくれてすごい嬉しかったです。ちょっとね、結果は悲しかったけどね、これをきっかけにいろんな方に知ってもらえたので、もう良かったんじゃないかなと思います。はい、はい、はい、それでは今日の、ね、もう早速なんですけどね、1曲目おおおおお、じゃあ1曲目はアイドル祭りのウェブ審査でやらせていただいた、はい、あこちゃんの好き好きソングです。お聴きください。自己紹介しましょうか。はい、はい、はあ、ちょっといつもの順番が、かわいい、浮き輪つけてる、かわいいわ、かわいい、かわいい。じゃあいつもと順番がちょっと違うんだけど、カーチーから行こうか。はい、赤担当かげんです。はい、水色担当のりおです。緑担当のみゆです。黄緑担当セリカです。黄色担当のゆきです。ゆきピンク担当のあいなです。あいなあいな、私たち EA カラーズです。ありがとうございます。はい、私たちは立川初歳と初歳の小学生です。下は6歳、上は18歳と年は離れていますが、みんな仲良く活動しています。今日も一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、はい、ですね。次は次はね、さっき披露したばっかりなんですけど、まずはもう察してるかな。うん、そうだね、察してる、はい、察してる。今日初披露した、はい、なんとなんとなんとアイドル祭りのの課題曲のの、あ、言っちゃった。アイドル祭りが何をしたっけな、記憶にないんだけどな、ちょっとね。はい。はい、じゃあ行こう。はい、はい、オラは人気者です。やや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 や
いよ。もう暑いよ。ね、かりんのさ、しんちゃんのものすごい似てない？はい、ちょっともう一回、あのさ、あれやって。ドキガムナムネ。ほら超そっくりじゃん。今一瞬死んでなかった。あの、ちゃんと反応してください。でもね、どんだけパーチンが、ああやって似てるって。あ、もう一回やって。ドキガムナムネ。ほら似てる超そっくり。あのね、TA のメモリーが。似てるって言わないからね。本人だから、本人。あ、うんっていう。仮言だからね。そう。実はクレヨンしんちゃんのあの声優やってます。え、何笑っとんねん。はい。あ、はいはい。